パーフェクトコミュニケーションに対するみんなの反応集。ラウダの脳が焼かれる音。初手これは好感度関数として愛が愛を重すぎるって理解を拒み憎しみに変わりますわ。アルティメットコミュニケーション。一回冷たい目で下げてからぶち上げるとかどうなってんだ。ミムさすが俺の息子だ。パーメットで。パーメットコミュニケーション、脳が焼かれる。回想始まって死んでたラウダの目に数秒で光が宿ってて笑う。グエル兄の才能ありすぎだろ、母に捨てられ同い年の弟にできる行為じゃない。エリーと違って死ななくてよかったね。フェルシーのおかげだね、兄弟喧嘩かな、とは思ったけど。フェルシーちゃんありがとうとしか言えない。包容力ありすぎじゃない。初対面で脳焼いてくるイボ系ほんま怖い。声が優しすぎてびっくりした。最初に会った時から兄さん支えるって決めてる。当時俺、いやいやさすがに、今週俺、ラウダくん、君の目は正しい。親に捨てられ始めて会う兄にこんなに愛情たっぷりのハグされたらそりゃ落ちるわ。ビムパパンがあんな顔で肩ポンするだけで送り出すのがよくわかる。話せばグエルの良さがわかるから安心しろって顔だよね。これはラウダがああなるのもしょうがない、本当にしょうがない。ここ泣いた、二次創作で何回も見たし自分でも思い描いてたそれなんだけど温かさで包み込まれた。どんな過程でラウダはこんなに重くなったんやろな、ファーストコンタクトでそれかよ。愛人の子っていう祝福されない立場で本妻の息子が抱きしめてくれたら誰だって落ちるよ。ラウダの脳は焼かれるし界隈は吹き飛ぶ。これはヤンデレムーブしてしまう。これがデータストーム。これ急に差し込まれたけどこのタイミングでよかったと思う。だっていきなりこれ見せられたらこうもなるか。って納得しかねえもん。兄さん一切責めないで自分が全部背負うとか言っててほんとお前。こんなできた兄がいるなら心から言ってしまうわ。こういうことされたらそりゃ自分が兄さん支えなきゃって気持ちになるだろうし。兄さんが本当に苦しんでいる大事なこと言ってくれなかったらそりゃあんなこじらせ方もする。ブラコンラウダが変なのではなくグエルがヤバすぎる兄。本人の言い分的に素直にグエルが父親殺しのことを言っていたら一緒に背負うよ。それが兄弟だろ。とか言うよな。これはもう完全にグエルが悪いと思う。これは強火ブラコンになりますね。というかそれ通り越して世界の全てになっちゃわない。でもグエルと話すまでラウダは暗い顔してたから父親のお前がまず抱きしめてやるんだよ。って気もする。これは許さんぞミオリネ思考になってもおかしくない。人を垂らし込むカリスマ性がヤバすぎる。本当にすごいよな。今まででも十分にブラコンになる理由が証明されてきたけど、今日の1話でさらにそれを超えてきたもん。ラウダもラウダで抱え込んでんな。ラウダジェタークって言った瞬間にほらー。名前にコンプレックス持ってるじゃん。って叫んだよ、兄さんとお揃いにしろ。こんなん直火焼きやん。俺に弟がいたなんて。ハグ、すまんちょっと落ちる。これを10年近く浴びてたらラウダもああなる。ラウダの好感度が兄父層になっているのは当たり前。グエル俺に弟がいたなんて、GI マックスハグ、ラウダ、支えてー。同じ年の兄弟にこれやれるのすげーのよ。スレッタも苦しんでるお母さんを抱きしめたいって言ってたからな。グエル、いい兄貴すぎる。そりゃ初対面で支える覚悟もするわ。グエルは眩しすぎたんだよ。一気ラウダ重すぎない。15は5ラウダがああなるのはしゃあない。17は5やっぱり突き抜けてない。で、ファイナルアンサーはこれ。ラウダ本当にごめん。これは不可抗力だわ。今まで焼肉ぐらいの焼き加減だと思ってた。焼却炉並みだったなんて。割と真面目に1話のグエルが浮きすぎだろ。グエル悪くないけどこれはグエルが悪いよグエルが。最大火力で長期間焼かれていたらブラコンになるのも致し方ない。ラウダ、ジェタークって言った時やっぱ親父とも兄とも違う名前に無力感とか疎外感とか感じてたんだなって。兄さんが悪いんだよ。兄さんは悪くない。これは兄さんが悪いし悪くない。ところでグエルさん、このパーフェクトコミュニケーションを初手でかましておいて兄らしいことを何一つしてやれなかったって正気。自己肯定感、血どころかマントル突き抜けてない?親父は何悪びれもせず愛人の子を息子に合わせてんだ。普通親父じゃなくて制裁がその場所にあるべきでは。多分もう制裁にも逃げられすみ。グエル自身も母親に捨てられた直後にこれはヤバすぎる。一家の設定が見ると嫁と愛人同時に逃げられてるんだ。認知はされてるとして、父であるビムが死んだ後に名字の変更ってできるのかな。無理ならグエル君が養子にしてジェダーク姓あげるしかないな。目いっぱいの祝福を君にしてやがった長男め。親に捨てられるのは子供にとって存在否定に等しい。ビムは息子たちを愛してるけど母親が出て行った原因でもあるからラウダ側から隔離がありそう。なのに自分も母親に置いていかれてラウダを毛嫌いしてもおかしくないグエルが一番ストレートに愛情を示して受け入れてくれたんだ。これはアイデンティティが兄さんの弟になりますわ。一回死んで生まれ直した感じ。すげえ、自分も母親に捨てられた立場なのに、何、この包容力、グエルジェタークの包容力は全てを包み込む。多分この瞬間にラウダは生まれたんだろうな。この回想を見るだけでなんでラウダがあんなにグエルを慕っているのか分かってすごいな。
設定画でガン見してた意味がよくわかった。こんなの見ちゃうでしょ。ガンダム登場した歴代兄貴の中で最もいい兄貴なんじゃないかな。グエル、アニメ三大兄貴に入れてあげたいぜ。こんなことされたらさ、そりゃあ欠点も何もかも含めて好きになるし、そのままでいてほしいから暴走して守ろうとしたりするよ。兄さんが変わった、っていうラウダの悲しみ怒りに対してのアンサーが、弟とわかっているなら歯を向けない。最後まで弟の心配、何も変わってなかったなのが最高に良かった。なんでジェタークだけ幼少期の設定画があるのかって疑問だったんですけど、こういうことだったんですね。グエルは一期一話の頃なんであんなアホなボンボンっぽかったの。あの時どんだけストレスあったんだお前。敗北、ゆるキャン、ボルカでジェタークから一度離れることによって、だんだん昔の彼に戻っていったんだなって。俺もグエルの弟になりたい。やっぱ本編1話のグエルって相当ストレス溜めてたんやろなってのがよくわかる過去回想。アスキカシアの治安の悪さとクソ反発ミオリネとクソ親父のトリプルコンボはさすがのグエルにも応えたのだろう。グエルは見た目があんなだから初対面だとスレッタみたいにや、怖いと思っちゃうんだよな。でも中身をよく知るといい人だなと思えるという、グエスレが17話かけて構築した関係みたいなのをこの一瞬のシーンだけで再現したんだ。最後のシュバルゼッテの頭を壊すシーンもさ、頭を撫でているように見えて、兄さんってそういうことするよねって泣いた。どっちも相手の罪ごと俺が背負うよってやるから、兄さんは兄さんというだけで先に背負うからずるいんだ。飾り気のないすげえ嬉しいが美しすぎた。受け入れてもらえないだろうって思ってたところにこれ言われたら泣いちゃうよ。初対面で萎縮してたラウダを抱きしめて大丈夫ってしてあげて、シュバルゼッテで初期刺してきてもディランザで抱きしめて大丈夫ってできちゃうのもうやばすぎるだろ。一話は荒れてたミオミオと荒れてたグエルでお互い地雷踏みまくって負の面が強すぎたんだな。成長したにクール目だといい仲になってたし。脳みそがウェルダンレベルでカリカリになってるなんて聞いてない。初対面でこれなんだから一緒に生活してくないに何回脳焼かれたんや。今話でとどめの脳焼きしててくさ。一週間に一回くらいの頻度で焼き直してたんだろ。俺たちじゃん。その通りではロタ。冷めた眼差しからの熱い抱擁、ジェターク用の結束が固かった理由もはっきりした。いくらなんでもブラコンすぎないかと思ってたがむしろよくあの程度で済んでるな。あれだけ脳焼きされて全肯定じゃなくそういうところとして欠点把握してる部分はちゃんと理性的で冷静だと思う。それゆえに暴走もしてるんだけど。そこら辺も支えるよ発言につながってるんだろうな。完璧超人ならこの人に支えなんぞいらんってなるから、こういうタイプの危うさもそれなりにわかってるんだろう。今回でラウダのブラコンすぎ、仕方ないね、ブラコンすぎ、の流れにやっと収縮が打たれたな。仕方ないねでファイナルアンサーか。まあグエルの頑固なのに人の影響を受けやすい性格を考えると割と変な虫が近づかないようにって気持ちになるのはわからんでもないかもしれん。実際検閲すり抜けた抜きの影響で進んだ結果父親殺しの業を背負ったわけなんで。てかラウダあんな田舎者の血統を受けるなんてって関わるのやめさせようとしてたから兄に関わらせたくないやつセンサーは合ってるんだよな。ラウダからしたらこの兄をこの世に誕生させて引き合わせてくれたことがビムの最大の功績だと思ってそう。兄さんは立派だけどなんで一人で全部抱え込んじゃうの、もっと頼って、っていうあれ。でもラウダも自分が全部罪を背負ってジェターク名乗るのが、兄と同じこと言ってるぞお前、ってなるの面白い。解釈一致を超えて解釈一致してくるのほんとパーフェクト。誰もが脳を焼かれてる。兄さんは高潔で傲慢な兄さん。僕の兄さんは高潔、傲慢、最強。傲慢と言っているが、その傲慢さも愛してるからな。傲慢さがあるから兄さんは兄さんなんだけどその傲慢さゆえに父さんを殺したということさえ一人で抱え込んでしまった高潔さが許せない。もっと言うとそうさせてしまった自分自身が許せないというのが今回のラウダだったからな。兄弟喧嘩で済んでよかった。ご視聴ありがとうございました。高評価コメントよろしくお願いします。